今日はドリーミースイートを紹介するよ。ねえ、知ってる？別名イスラエルって言うんだよ。へえ、そうなんだ。じゃあ早速ドリーミースイートを見ていきましょう。はい、はい、こちらはさしき2年生の苗です。2年生で、8号の菊鉢に植えてあります。で、葉っぱはこんな感じで、下の方は切れ込みがあまりないけど、上の方はこんな感じで切れ込みが入ってますね。そうですね。で、すごく実つきがいい品種で、一節からしっかり一個ずつなっている感じで、下からやっぱりイチジク熟し始めてます。早く食べたいな。早く食べたい、待ってて。で、何個ぐらいになってるかな。1,2,3,4,5、もう20個ぐらいになってるね。ここで冬にここから剪定して、ここですね。で、この春から今8月頭の段階で約1メートルぐらい伸びてます。イチジク成長早いね。じゃあ早速収穫していこうか。はい、はい、じゃあ収穫していこう。はい、はい、はい、じゃあ今日はこちらを収穫してもらいます。ちょっと柔らかくなって、果皮に少しひびが入ってきたぐらいで収穫してみます。はい、じゃありっちゃん収穫してみて。はい、お願いします。はい、取れました。じゃあお皿係に渡してください。はい、こんな感じですね。緑色、黄緑、食べていきましょう。食べていきましょう。はい、じゃあ重さを測っていきましょう。ガーン。はい、じゃあ乗せてください。乗せ、乗せ。はい、はい、仲良くね。はい、ああ、はい。はい、何グラム？41.1g です。じゃあ切ってくよ。切ってくよ。はい、果実はこんな感じで、ちょっと早どれかもしんないかな。はい、でも果皮にこうやってひびが入ってきてます。あと1日置いた方が良かったかもしれないね。じゃあ、はい、切ってくよ。切ってくよ。はい、チョキ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 。あ、これ絶対オープン。あった。キラキラ。キラキラ。はい。種が、種の感じ、ちょっと多そうだね、種が。こんな感じでーす。こんな感じでーす。はい、食べていくよ。食べていくよ。はい。ちょっと硬かったかもな。はい。おちんも食べた。はい、どうぞ。ありがとうございます。まだ。せーのだよ。せーの。おかわり。うん。おかわり。うん。どう？おいしい。早どれだと思ったけど、しっかり甘いにゃ。おかわりしたい。おかわりしたい？で、種の感じはどうかな？カレカレで美味しい。ね、早どれって甘くないかなと思ったけど、大きいの。結構甘いね。はい、じゃあどうぞ食べてください。おかわりしてください。はい。どんな味か教えて。全国の皆さんにドリーミースイートの味を届けてください。はい、どう？美味しい。うん。結構果肉も硬め、なんか結構しっかりした感じだね。
完熟まで行ってないからかもしれないけど。これどうする？いいよ食べて。いいよ。半分。半分切る。はいどうぞ。美味しいね。姉ちゃんは？いいよ食べて。おいしいの？もう食べれないですね。ね、イチジク独特の青臭さとかも全然感じないね。100美味しいね。100美味しい？うん。結構さっぱりした感じかな。後味もいいというか。食べていいよ、食べたいでしょ。食いしん坊だね、あっちゃん。美味しい？はい。では、運命の採点時間です。はい、あこちゃん100、りこちゃん90点。90点ですか。はい、結構種の感じというか結構カリカリのと果肉が早どれってこともあってちょっと固めだったね。これがもっとあと1日待てばもっと甘くなったかもしれないね。でも独特のイチジクの青臭さもなくパパ的にはとても美味しい品種だと思ったよ。はい、じゃあまた次のイチジク取れたら食レポと感想を教えてください。はい、はい、またねー。またねー。バイバーイ。バイバーイ。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。